今日はですねゲストスピーカーをちょっと紹介したいと思うんですけれどもあ、写真いいですか、あ、このラガーシャツが似合うこんなラガーシャツが似合う僕、先生がいるかどうかな、<laughs> なんですけどあのピーチ先生こと桃井明先生で、搾取してください、皆さん。今、ジーザスカフェハウスというところで勃会され、あ、前来てもらっていいですか。 解剖解されているんですけれども、あ,のあれなんですねあの、桃井先生って実は呼ばれたくないとかいう噂も聞いたことない、それはそんなことないですか、あだから皆さん、ピーチって呼び捨てし,しないでください、ピーチ、ピーチ先生って皆さん呼び捨て,呼び捨てしたらか、ピーチ先生呼,あの呼んでくださいで、このメッセージの中でまた証しがあるんですね、じゃあ、じゃあですねまあ、時間もないのであの、ピーチ先生に譲りたいと思いますが、大きな拍手でもう一度お迎えください。 皆さんこんばんばは、えー、本当にこのような素晴らしいセミナーの講師として、えー、呼んでくださって本当にありがとうございますセカンドレベルミニストリーの、あのー、代表者のまゆみさんとは、まあ、古くからの友人なんですが、あのーまあ、こういうセミナーを大阪でしたいのでぜひ、えー、ゲストとして来てくださいっていう話が来たときに。 僕多分5回ぐらい聞き直したと思うんですよね、え大丈夫ですかって、私で大丈夫ですかって、あの本当にあの、まあ、それが率直な最初は感想でした、まあ、その中で、あのまあ、教会の中で、えーまあ、メンタリングとか弟子訓練ということを、まあ、しっかりやってるやんという話を聞いたそっか、やってるかと、まあ、ちょっと自分自身もです、ね、客観的に教会のことを見たり。 まあ、そういった中で、えー、少しでも何か皆さんのお役に立てたりとか励ましができれば、えー、感謝だなという思いで、えー、この講師を引き受けました、えー、その引き受けた後ですね、えー、先ほどここで喋ってくださってた国さんっていいんですねいいですか僕もピーチで大丈夫なんであのうちの教会はあの何が先生っていう人もいるんですけど基本的に最初なんか そういう感じで教会スタートしてないので結構友達みたいな感じで教会をスタートしてたので、えー、もう全然ピーチでもももちゃんでも何でもいいのであのフレンドリーにしていただいたらいいかなと思ってますでは邦、まあ、さんとも、えー、このセミナーの件で知り合ってからですね、えー、何度か会ったりまた電話し合ったりですね励まし合いを本当にいい関係を持てたことを感謝してます、えー、まずですね私が どういう人なのかって多分皆さん全然わからないと思うので、まあ、どういう働きしてるかをあの少しお分かちしたいなと思っています、えー、私はですねあの大阪出身です今は出水市なんですが出身、えー、生まれ育ったのは、えー、ちょうどその新大阪の駅があると思うんです東海道線でちょっとだけ東の方に行った茨城というところ出身です えですか,らなんかここに来たらあなんか帰ってきたなみたいな感じでした途中で国島高校ってあったんですねあのあ、同じ学やと思ってなんかすごい親近感が湧いて戻ってきた感じが、えー、しました、えー、母親がクリスチャンだったので、えー、ミッション系の幼稚園にまあ通わされていたんですねですからまあ神様っていうのはなんかこう自分の中にずっとあったんですあ神様って存在がいるなということは分かってました まあそれからですね、あのー、教会からちょっと離れてた母親が連れて私を連れて行くことはなかったので、小学校4年生の時にですね、急に連れて行くって言い出して、で、教会に行くようになって、まあ、そのまま洗礼を小学校6年生の時に受けました、まあ、ですが、あのー、教会、すごく大きい教会だったんですよ、100人ちょっとぐらい集まっているような教会だったので、まあ、そんなに居心地が良くなかったんですね。で 言ってても自分が自分分がじゃなないんですよ。なんかそこだけ違うう自分がいるっていうかかかりますなんかちゃんとしてないとダメみたいなでも学校とかでほんといつもふざけてるアホなキャラだったんですけど教会ではなんか真面目にしないとダメっていうので、まあ、ちょっとずつですね足が遠のいていって、まあ、中学高校とまあ行ったり行かなかったりみたいなことをえ繰り返してました、まあ、その後ですねあの大学に 入ったんですね大学はあの大阪じゃなくてですね高知県の高知大学というところに、えー、行きまして、えー、するとですね、はい、そこに入るときにもう誰も知り合いないじゃないですか大阪離れるんで、えー、寮に入ろうと思ってで寮に申し込みをしたんですよ、まあ、実は最近あの、えー、探偵ナイトスクープかなで僕の入ってた寮をやってたんですけど南明寮っていうんですね見ました あ見て、ありがとうございます、ありがとうございます。もう変なんですけど、もうね、すごいんですよ、ひどいんですよ、壁、落書きだらけでで、もちろんその男、男性だけで、あの1部屋2人でもうすごい狭いところですごい儀式があるんですね、もうこんな話しに来たんじゃないんですけど、寮入ったら、まず学ランの先輩がいるんですよ、市内持って、で、まず最初にしないとだめな儀式は、小さな部屋に全員集められて、正座させられるんですよ。で、 壁の上にある時計をとにかく1時間見て正座しろっていうのからスタートするんですよで。自由にお風呂も行けない、まず先輩の名前を全員完璧に暗記しないとだめとか、もういつの時代やねんっていうような、まあ、寮に入ったんですよ。で、そんな寮に入ったにもかかわらず、僕のルームメイトが実はクリスチャンだったんですよ。で、彼はあの西宮、いまして、ね、西宮出身で、あの教会に。 まあ、ネッシーに通ってるあのルーメイトだったんですよ。で彼あの、日本人ですよ。であの彼が日曜日の朝いなくなるんですよね。いなくなるのであれ、なんかいなくなるなと思ってちょっと話したらいや、実はみたいな話でで,あのいやでも僕もなんかちょっと疑い深くて変な知,知識だけはあったのでえそれってプロテスタントって一応ちゃんと聞いたんですよね。 ないろいろあるじゃないですか、異端とかね、異端とかじゃないあのエホバとかちゃうやんなとかって、いや一応プロテスタントっていうので連れて行ってもらったのが、えー、バプテストの教会だったんです。もうすごい小さい教会だったんですけど、まあ、そこから本当に、まあえー、サンデークリスチャンとしての信仰生活が始まったんですね、サンデークリスチャンとして。ですから、ただ日曜日に聖書を持っていくっていう、そういうクリスチャン生活が1年ぐらい続いて、まあ、その後 えー、牧師からですね、えー、聖書の学びをしませんかという誘いがあってしぶしぶ小さい教会だったので断れなかったのでじゃあ分かりましたということで、まあ、それで、えーまあ、自分の行けるもう本当にその時も柔道してたので、えー、もう行けるのが週の中日に水曜日の練習早く終わる日の夜しかで,できないのでその日しか無理ですって断ろうと思ったんですけど。まあ じゃあそこでやりましょうってことになっていくようになって、まあ、その中でですね、えー、証しを書くようにと言われて、まあ、自分自身の証しを書いてたんですね、まあ、証しらしい証し別にその時はなかったんですけどでも自分の人生を振り返った時にあ神様がこうやって引き戻してくださって教会にも行けるようになって本当に奇跡的にこんなクリスチャンの少ない世界の中でルームメートでクリスチャンの友達を与えてくれて。 あこうして引き戻してくれたんだなということに気づきました、まあ、すごく愛されていることに気づかされたんですでも自分は全然愛してないなということが分かってですねあ,あ愛したいな神様をと思ってそこからもうほんとシンプルなんですけどじゃあ祈って聖書を読もうと、まあ、そこから本当に自分自身の信仰生活が始まっていきました まあその後ですね、えーまあえー、大学休学してちょっとアメリカの進学を勉強したりとか、まあ、そういうことがあって、えー、大学卒業してから、えー、日本に帰ってきて、えーまあ、その後ですね、えー、ホープチャペル大阪という、えーまあ、ハワイ系の教会があるんですけど、まあ、そこに導かれて、まあ、そこで、えー、教会のスタッフみたいなことをしながらですね教会生活をしていました。で、あのー まあそこからその教会はどんどんこう開拓させていく教会だったのでいろんな場所で新しく教会を生み出していくまあその一つとしてまあ私たちも教会をスタートすることになりましたまああのちょっと後で明かししてくださる人の証しにもあると思うんですけどあの当時結婚したばっかりで和泉市に引っ越したんですよあのうちの奥さんが泉の人だったので まあほとんど選択肢もなくですね出水市の方に引っ越して出水市ってご存知ですか皆さん大阪の出水市ってめっちゃ大阪の南の方なんですよ昔私茨城に住んでるときはもう本当に出水市ってどこにあるかもわからないような仙北高速鉄道っていうのがあるんですよ仲本からさらに南に行くんですけどもう当時は小旅行だなと本当に思ってたんですけど、まあ、そんな場所にですね引っ越してで、まあ、妻もあの 親が牧師なので教会のスタッフをしてたんで,す、ね、でまあその中で英語を教える仕事をしてたので、えー、教えている生徒の一人の,人の子供たちが行っているインターナショナルスクールがあってそこが並行するので、えー、なんかそういうことをやってほしいって言われたんですよ。 で、まあ、むちゃくちゃな相談じゃないですか、何もノウハウもないし、そんなこと、ね、できるような器でもないしと思ったんですけど、まあ、祈ってあ、でもこれ、神様、ゴーって言ってるなって、もう何にも分からなかったんですけど、手探りで、まあ、とにかく本当に最初、5人の生徒から受け入れて、幼稚園をスタートしていきました、まあ、すると、ですね本当にその最初に受け入れたお母さんたち、ほとんどあの救われたんですよ。 びっくりすることにでご主人がそのお母さんのうちのまたご主人救われたり、えー、来てた子供の兄弟お姉ちゃんとかが救われたりとか、まあ、そういうことが本当に起こされたので、まあ、受け皿としての礼拝必要だなということで、まあ、その開拓で送り出されるタイミングと同時に、まあ、そういうことも起こってたんですであのまあ本当に何て言うんですかね教会をこう スタートさせようなんて私は全然最初思ってなかったんですよ。まあ、とにかく受け皿の礼拝が必要だなとあの思ってたので、えー、まあ、教会をスタートしたんですけど、まあ、ちょっとずつですね本当に人が増やされて、えー、ちょうど、えー、スタートして今9年目になってます。まあだいたい今礼拝に80人ぐらい。 集められて、えー、3年前には一応こう街道が与えられました、まあ、幼稚園の建物が必要だったので、まあ、その横に街道を併設してっていうことでスタートしています、まあ、他にもちょっといろいろ働きをしているんですが、えー、横に書店も併設してて書店はやっているので今日ちょっと本も持ってきたのでまた後で、えー、荷物が減るように助けていただければ感謝です、えー まあ、あとその前、ですねその教会のスタッフで働いているときにちょうどですねあのリバイバル新聞という、まあ、キリスト教の業界誌、まあ、今はないんですけど、船の右側という雑誌に変わっているんですけど、まあ、その記者もしていました、まあ、そういった経験も本当に生かされてあ、いろんな教会を生かしていただいたんですよ、本当に。で、牧師と関わることも多かったので、あ教会ってこういうふうにこう成長したりとか、大変なパターンってこうなんだなということは、すごく勉強に。 ななっっててて今生かされいるなとは思っています、まあ、また他にはですねあのラジオの働きをしてまして、まあ、12年ぐらいちょっとあの長野でスタートしたんですけど今福島キー局で、まあ、全国南極かで、まあ、ちょっとしょうもない話しながら、えー、クリスチャンの音楽とかゴスペルとか流してということもやってます、えーまあ、もう一つは、えーまあ、地域の水野のスクールがあるんですが水野のスクールで週に2回柔道を子どもたちに教えています、まあ、そんなことも しながらやっていますであの、まあ、以前ですねホープチャペル大阪という教会の、まあ、スタッフしてたんですが、まあ、その教会は本当に大阪の真ん中にあったんですね難、えー、波とか、まあ、そういったところに教会があったのでまああのシティチャージなんですごいあの当時あの人が増えたりとか減ったりとか場所が借りれなくなったりとかでいろんなことがあっていろいろ動いてたんです。まあ、そこで本当に難しいなと思わされたのが こう集まるのがすごく難しかったんですよ。日曜日にこう礼拝があって集まることはできます。でも平日に集まってこう何かをしようっていうこともすごく難しかったし当時そのホープチャペルっていうのはミニチャーチっていうのをずっとやってたんですよ。ミニチャーチっていうのはその平日に集まって、まあ、コーヒーショップとか、まあ、そういったところに集まって、えーまあ、礼拝聖書の分かち合いをしていこうと、まあ、そういった ことをしてたんですがもうそれも本当にあの日本人って忙しいじゃないですかすごく難しかったんですで、まあ、あのちょうどですねその時私新聞の記者をしてて、えー、感銘を受けたのがあのトランスフォーメーションっていう働きがあったんですけどそれはあのその本当に地域のために、えー、働いていくっていうことだったんですよ、まあ、た地域の牧師たちが共に集まって祈ってその地域を勝ち取っていく 地域にインパクトを与えていく、まあ、そういった働きが、えー、あってあ、これすごいなと思って、まあ、その働きが、えーまあ、フィジーでその働きが本当にすごい、リバイバル起こったっていうことを聞いて、それを援助していたオーストラリアの教会があったので、まあ、そこにハネムーンで行ったんですよ。ハネムーンなのにそういうところに行って、教会行ってみたいなことをやってたんですけど。えーまあ、それで、 本当に2人で与えられたのはやっぱりこう地域に根ざした地域にインパクトを与えるような働きをしていきたいなということは与えられてましたですからまあ本当にこう平日にもやっぱり集まって何かしていきたいなということも、えー、ありました、まあ、それもあって今の地域でやっているということもありますまあもともとですねあの、まあ、ホープチャペル自体はこう建物を持たないっていうのがポリシー なんですよですから高校の場所とかハワイだったら借りやすいんですよねそういういわゆる一時的に借りれるような場所を借りて、えー、教会っていうのはやっぱり人々の集まりだっていうことが本当に強くあったんですけどやっぱりその状況状況に応じてですねこう集まることが難しいっていうこともあるんですよねまあ日本だったら普通にそういう公共の施設を宗教的なことで借りるっていうことは非常に難しいと思うんですよ。でも っってやるんだったらまだ難しささは解消されまます。また、まあ、私たちは同時にあのインターナショナルに幼稚園をスタートしてたのでやはり場所が必要でした、まあ、ですから本当にこの場所に関して神様はそういう導きがあって、まあ、あ,のあくまでももちろん手段なんですが街道というのが与えられてやっていきましたであの、まあ、今ちょっと教会の紹介話させていただいたんですが まあ、教会で意識していることがあります。それは、まあ、教会が何のために存在しているかということなんですね。で一番の大きな理由はやはり「魂を獲得していくことです」あの。5つの目的って本ありますよね「パーパスドリブンライフ」って。まあ、あれだったらですね「まあ、礼拝」「伝道、奉仕」「交わり」「弟子訓練」って5つあるんですが。あの まあ私たちは今回このメンタリングのセミナーだと思うんですがこう人をメンタリングしていく先にはやっぱりそこから人が救われていくってことを見ないともう本当に今いる人たちだけが強くなっていっても全然先がないんですよねだからやっぱり人を訓練していくまあ自分が訓練されていくそこの延長線上には人が救われていくということを絶対に見るべきだと思います。 思いますで先ほど、国さんがです、ね、日本の教会の現状の話を、ね、しましたけどちょっと僕とデータが違うんですよね、ちょっと先行ってるかなと思ったんですけど僕、8000ぐらい教会あるって聞いたんですけど、6000に減ってるんですかね、2000あ、それ多分すごいオフィシャルな数だと、ね、登録してない多分教会もあるんですけどか、もしくはもう多分20年ぐらい先行ってるか。 ですよねでもこれ先言っていったらやばいですけどねそうならないようにやっていかないとだめなんででまあ大体8000ぐらい教会があって、えー、そのうちじゃあどれぐらいの教会で人が、まあ、洗礼を受けていると思いますか8000のうちの大体って振られても日本人であまりね答えないんですよねどれぐらいだと思います 救いが起こされている洗礼が、洗礼者のいる教会の数です。じゃあ、救われている数は大体統計によるとどれぐらいだと思います、ね、年,に年に。日本で。え人30人, <laughs> <laughs> 30, 人 ?30 人か。どれぐらいだと思います ?8000 の教会があります。 うんうんうん、8000ですよねそれぐらいだと思いますそうそれ正解なんです<ー>ええー、ねえ少ないですよね8000なんですってでも今最初に皆さんに聞いたのは、えー、8000の教会があってごめんなさいもう答えい言ってしまったけど <laughs> そのうちの半分の4000の教会でしか 洗礼者受洗者与えられてないんですよ。っていうことは半分の教会ではもう全く受洗者がいないですよ。これが実は現状なんです。ということはもう二極化してて救いが起こされている教会ともう全く起こされてない教会があるってことなんですよ。これ一応あの僕一番新しい最新の書店があるんでねデータが来るんでそれ見てお話ししてます。でじゃあ 礼拝の日本の一教会、平均ですよ、だいたい礼拝出席人数、どれぐらいだと思いますだいたい50人ぐらい ?20 人、20まあ、平均ですね、だから、教会ごとのそうです、平均です、アベレージ、今、20って言ってくださったんですけども、ほぼ正解ですね。 19です。ってことはもうめっちゃ何百人の教会もあるじゃないですか何百人の教会があっても平均したら19ってことはもう19以下の教会いっぱいあるってことなんですよねまあそういうふうにあのー、まあ何ていうか昔僕聞いたの30だったんですよだからどんどんそれは下がっているまあこれ現実です、ね、ちょっとなんかあんまりネガティブにさしたくないんですけどねえ空気。 いいやいや空気重くしたの、久西さん最初やけど、<laughs> 人のせいにしておきます。<laughs> じゃあ、一方で、まあ、今言われてるのは高齢化なんですよ。これ、社会全体の問題ですけど、教会も高齢化してるって言われているんですね。で、1教会あたり、えー、人数が減ってるんですね、自然減があるんですよ。自然減どれぐらいだと思います 大体1教会あたり毎年何人ぐらいが減少していると思いますか今でもさっきね8000の教会があって8000人が年間で救われているわけですそれ1教会あたり1人増えてるでも増えてる人に対して自然減なくなる人がいるんですねなくなる人ってどれぐらいだと思います ?3 人2人 5人、10人、10人減ったらもう8万人減ってるってことですね、クリスチャンが毎年。もうね、やばいですよね、そうなったら。今、実は、これと、統計ですよ。1.5から2人の間が自然減してるんですって。ということは、トータルでは、えー、クリスチャン減ってるってことなんですよ。まあ、教会の中だけの話ですよ。教会の中では。 まあでもある統計によると、まあ、大体日本の人口の8%ぐらいは潜在的にクリスチャンじゃないかって言われてる統計もありますあのギャラップで調べた統計ですけどということは、まあ、教会には行ってないけど、まあ、アイデンティティとしては自分はクリスチャンかな、まあ、クリキリスト教が好きかなとか、まあ、親の宗教はキリスト教ですとか、まあ、そういった人がそれぐらいいるんじゃないかとも言われています。 まあ今ちょっとそんな話をしましたがやはり私たちは弟子を育てるメンタリングしていくまあメンティーになっていくまあそういった中でいつも意識していなければならないのは本当にこれを通してこの育てられた人がまた人を導いていくということを意識していく必要がありますですからまあ私たちの教会でも本当に人が救われるために何が必要なのかということをいつも考えて やっていますであの、まあ、今はあのまあなんていうか普通,普通の教会なんですねふ普通じゃないかもしれないんですけどまあ教会なんですよで以前、まあ、私があのそのホープチャペル大阪でスタッフしてた時代はですねその教会の中から1人の牧師はですね、まあ、教会開拓するっていう形でハウスチャーチの働きをあのスタートした牧師もいたんですね、まあ、そういったこともあってまあ,あと,あと まあ大体今から10年ぐらい前ですかねもうちょっと前かな15年とかぐらい前に結構そ,そのハウスチャーチがすごくあの影響を与える、まあ、そういった時代があったんですよでその時によく取材とかに行ったり、まあ、そういうあの本当に仲間の牧師の教会助けたりとかそういうことをしていましたからハウスチャーチの働きにもちょっと少しあの携わったりとかしていました でハウスチャーチって、分かりますハウスチャーチってご存知ですか、まああのまあ、厳密にちょっと僕も調べて言っているわけじゃないんですけど、あの中国とかだと、えー、オフィシャルに礼拝ができないじゃないですか、まあ、できる教会もあるんです、3次会教会とか、そうじゃなくて、本当に信仰を守りたい人たちは、まあ、家に集まって礼拝をしていく。まあ、それが あの僕らのハウスシャチャーチにイメージ10人ぐらいかもしれないですけど本当に大きな家だったら100人とか集まったりそういうこともあるみたいです、まあ、そういうもう本当にアンダーグラウンドで人々が集まって、えー、信仰が育てられまた人が救われそれがどんどん広がっていったんですよ、まあ、そういった、まあ、働きから、まあ、このハウスチャーチの働きが、まあ、広がっていったと認識しているんですがあのハウスチャーチの良さっていうのはやはり 弟子訓練を意識していることなんです。まあ、一つはまですから、1、まあ、つのハウスチャージがあったらそこから細胞分裂して新しいハウスチャージが広がる、もちろんその決められたスペースの中に人が溢れたらここに集まりきれないのでじゃあどっか新しい場所借りようってできないじゃないですか、そういう迫害の場所だったら。 じゃあこれ分裂させて新しいリーダー立てて違うところで集まりをハウスチャーチを作ろうそれがどん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 広がっていって本当に特に中国なんかは1億人以上のクリスチャンがいると言われていますでこれがですねどん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 本当に西の方のイスラムの国々にも広がっていっているということですですからどんどんリーダー育てていかないと成り立っていかないんですね まあ、リーダーを育てざるを得ない、まあ、そういったあの状況があってあの広がっていくということを聞いていますで教会っていうのは、まあ、こういうふうに私聞いたことがあるんですがうさぎ型と象型だっていうんですよで、まあ、ハウチアチはもう分かると思うんですうさぎ型だと思うんですねうさぎ型っていうのは機動力があります機動力があってしかも多産なんですよ ですからどん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 子供を生み出して広がっていくんですねで、象型ってどうですか子供ね 1, 1頭しか産めないので、まあ、ちょっとずつしか広がっていかないんですがでもインパクトすごいですよね象のインパクトってすごいですよねもう見てうおーってなりますしまあ教会っていうのももしかしたらそうなんじゃないかと言われていますですから本当にメガチャーチとか大きな教会はゾ、まあ、象型 社会にインパクトを与えるることができる、まあ、そういった影響力を行使する力がありますでもそれがどんどん広がっていくかって言ったらなかなかそれは難しいでもうさぎ型だったらどん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 広げることができる広がっていくことができる、まあ、そういうふうなタイプが2つあるんじゃないかなと言われていますであの大きな教会の場合ですね まあどういう問題があるかというと機動力が減って一人一人の活躍の場所が少なくなっていく傾向があります、まあ、傾向ねじゃあ小さな、まあ、そういうハウスチャージとか教会であればどうかというと、まあ、機動力はあるかもしれないんですが、まあ、教会としてその世の中へのインパクト影響力っていうのは大きな教会に比べてあまりないかもしれませんじゃあ 日本でそれどうなのかなって私もすごい考えたことあるんですよでまあ今本当にいろんな教会があって、まあ、教会の現状を見たらもうどの教会も何て言うんですかもう苦労して葛藤してやってると思うんですね既存のやり方であったとしても難しさを覚えてますしまあ小さい教会ももちろんそうだと思いますハウスチャーチもやはり日本人って結構 こう横のつながりすごく強いじゃないですかわかりますだから教会の中でも気づかないうちに実は結構めっちゃ仲良くなってるんですよめっちゃ仲良くなるのはいいんですけどそうだったら外から人入ってこれないんですよねなので細胞分裂するときにめっちゃ心痛いんですよだから私たちが教会を新しく開拓して生み出すっていうのも同じなんですけど すすっごいい心痛いんですよ結構わかりますなんか引き裂かれた感じでもう関係なくなるんじゃないかっていうそれぐらいやっぱりすごく関係が密なんですよねそういう難しさはあ日本人にはあるかなっていうことはあのまあそういうのを見てきてですね気づきました、まあ、ですからまあどういうふうにじゃあこの日本に私たちが えー、適応していくのかっていうこともちょっと考えていく必要があるのかなと思っていますまあ私が教会をスタートした時はまあほにそういうハウスチャージのことも知ってたしリーダー育てたいな、まあ、教会を大きくするってことはあんまり考えてませんでしたなんかうん教会を大きくすることがいいことだとも全然思ってなかったんですねで最初あの 先生ってね言うのかどうなのかって話もあったんですけど自分自身が本当に牧師っていう自覚もなかったんですよでなんかなんて言うんですかね牧師イコール大変みたいなイメージがすごいね定着してたんですよ自分の中にまあ何でかっていうとですねあの大学の時に導かれた教会は本当に小さい教会だったんですよもう牧師夫妻子供と人家族 と夫人の方とその僕を教会連れて行ってくれた彼ぐらいだったんですよ。もうすごい小さい教会で、えーまあ、小さいからもうなんか全部筒抜けなんですけどねだからもういつもいろいろ言われるんですよ「賛美歌ってないやん」とか「<laughs> 聖書読んでる?」とかもう結構鑑賞されるような教会だったんですねで牧師はどうだったかというとです、ね、牧師はもうアルバイトしてたんですね、えー、牛乳配達して、えー、塾の 行使してっていうことをやってでいつもなんかこう貧しいみたいなで教会で出るご飯はもう絶対カレーかシチューみたいなでシ,チュシチューにご飯がついてくるのはちょっとこれ無理やなとか <laughs> わかります、ね、なんかすごい教会あるあるな、ね、話なんですけど <laughs> も,うもうそういうの見てていやこれはもう絶対なったらあかん職業ナンバーワンやと思ってたんですよ本当に。 だから自分がじゃあもうねそういうのを見てたのに牧師だって言われても,もう嫌だとしか思えなかったんですよね、本当に。でも人が救われね僕、さっきすごい偉そうなこと言ってたんですけどでも本当に人が救われるってなんか自分の力じゃなくて本当に神様が働いてみんなを用いてこう人が救われていったんですよ。人が救われたらやっぱりサイズ大きくなるので もうその中で自分のやらないとだめなスタンスも変わってきますし自分がどういうふうに振る舞わないとだめかということも変わっていったんです、まあ、その中であ神様もじゃあギブアップしますってことでじゃあ頑張,り、ま、頑張るというか、まあ、牧師やりますっていう、まあ、そういうことがありました、まあ、じゃあ教会がその中でどういうふうにこう人を救いに導いてまた人をこう、まあ、成長させていく メンタリングしていくのかっていうことを、まあ、ちょっと今日一人教会から連れてきてるので証しをしていただきたいなと思いますではよろしくお願いします。 南安野ですこんばんばは、えーえー、今日あの証しをさせていただく機会を与えていただいて、あの本当にありがとうございます。えー、とそしてまたこここににおおられるお一人,お一人にあの,とこの,あの明かしを 分かち合うことができることありがとうございます。本当にあの神様が私を通してしてくださったことを本当に皆さんにお伝えできることを嬉しく思います。と私は今年のあじゃ今年の3月で救われて5年になります。私の教会には先ほどもあの牧師から話があったようにインターナショナル幼稚園があるんですけれども。 私の2人の子供はそこの卒園生なんですで子供たちがその幼稚園に通っている時は私はクリスチャンではなくてただ子供に英語を学ばせたいだけで聖書とかキリストにはもう何の興味もありませんでしたで子供が卒園してから私は救われたのですが救われる前の私は今よりももっとあの悲惨な人間で <laughs> いつも自分が正しくて他の人が間違っていると思っていたので、えー、他の保護者の方や幼稚園の先生方には自分の要求が通らないと、えー、文句や悪口を言ったりして本当に周りの人たちをたくさん傷つけていましたそして本当に悪い関係のまま、えー、卒園を迎えました、えー、それでですね子どもたちがそこを卒園して何年か経ってから、えー 奇跡的に導かれてイエス様の十字架を信じることができましたでも信じたあとどうしたらいいかわからなくてでも知っている教会はこの幼稚園のところにある教会だったので本当に気まずいけど礼拝に行ってみることにしましたそれでですね教会には私が過去に傷つけたあの先生方や保護者の方がたくさんいたんですけれども でも、えー、そこで私神様を信じましたと伝えるとそこにいた人たちは私のために涙を流して祈ってくれたんですね本当にこれは私あのすごくびっくりしましたそれで私があの救われてすぐに牧師の奥様から、えー、聖書の学びを勧められたんですでテキストを使って一緒に聖書の学びをしましょうと言われました彼女はそのの幼稚園の責任者で 私が最も傷つけた人の一人です。それで最初は週一回程度の学びから始まりました。5年の間に状況はいろいろ変わ変わって、彼女が出産して子供が小さくて本当に忙しい中でも、また私がフルタイムの仕事について、昼間の時間に学びができなくなってしまった時でも、状況に応じてスカイプを使うとか、 してて学びを続けてくださいましたでいつも学びは、えー、祈りで始まり私の状況今週はどんなことがあったのって尋ねてくださりそして、えー、必要があれば祈ってくださりそしてテキストを使って聖書を学びました私のクリスチャン生活において神様が彼女のような素晴らしいメンターを私のもとにあ 素晴らしいメンターのもとに私を置いてくださったことは本当に大きな恵みですいつも変わらず祈り導き私が試練の時には愛と祈りを持って励ましてそして御言葉ばを持って神様の目線はどのようであるか教えてくださいました私が間違っている時も絶対に批判とか指摘とかせずに 静かに私の話を聞いてそしてそれから私に質問して私が気づいていない動機それから表面に出ていない相手の気持ちそれを私に気づかせてくださり聖書を土台とした正しい判断へと導いてくださいました私に在籍感を持たせずに気づきと悔い改めに導いてくれたんです されて、また別の姉妹はですね救われたばかりの私のために関わっていた奉仕をお休みして救いの基本的な知識や土台となる御言葉を教えるために毎週礼拝前に聖書の学びの時間を持ってくれたりそれからまた別の姉妹は同年代の子どもを持つ母親の集まりに招いてくれたりして教会の家族との交わりの場を 作ってくれたおかげで私は教会にとままることができました教会の家族と交わりを通して今までの生きてきた人間関係からは得られない愛と満たしを感じたのでもっと他の人とも聖書を学びたいと思い自分から誘ったり誘われたりするままにたくさんの学びを始めてしまったんですね。私の状況を見ていた牧師は 私を読んで忠告されました <laughs> スモールグループの学びはただのお勉強じゃないですよ一つ一つのスモールグループの意味を考えるようにとそういう忠告でした本当にその時に忠告してくださった言葉の中で今心に残っていることがあるんですけれども関係とは責任を追い合うことだ 愛とはその人の人生に責任を負うことでもあるんだよとそういうふうにあの私にアドバイスしてくださいましたそれで私はあの誘われていたスモールグループの誘いを断ってで今もうすでに持っているグループの目的を整理して学びを続けることになりましたでこの時の牧師からの忠告は誰かと今も関わりを持つ時にいつも思い出します 伝道や関係づくりのために始めたいくつかのスモールグループの中で何人かは教会を離れてしまいましたまた教会を離れたある姉妹からは「義務感で会うんだったら必要ないよ当分会いたくない」と拒絶されて私は自分の未熟さや報われない思いのために自信をなくしてもう伝道や関係づくりのために人と関わるのはやめようと。 思思ってそのでもすぐ後にですね神様は新しい人を教会に招きそして不思議なタイミングで私と出会わせそして神様の導きによってその日のうちに、えー、その人と新しい学びを始めることになりましたそしてその女性は去年神様を信じてバプテスマを受けました そして本当に彼女との出会いは私にとって本当に大きな励ましでしたそして彼女の救いは私を含めて教会の喜びとなったんですね最初は彼女との関係の中であ最近は彼女との関係の中で彼女の信仰が強められるのを見て本当に私も彼女のように純粋に神様を信頼していくものになりたいと。 本当に励まされる思いです救われたばかりの私に居場所と聖書,の聖書を学ぶ機会を与えてくれた教会これが私のスタート地点でしたそれで私の教会なんですけれども教会の、えー、入り口の掲示板には奉仕、えー、表というものが貼ってあります。いつ誰が どんな奉仕をするのかがわかるスケジュールや割り当ての一覧表ですそこにはたくさんの働きが書いてありますそしてたくさんの教会員の名前も書いてありますどんな奉仕があるかというと礼拝の祈りを導く人ゲストの案内係通訳者献金の案内役献金圧者教会のイベントなどをアナウンスするインフォメーションの担当 賛美奉仕者え、えー、音響担当映像担当ウェルカムアッシャーコーヒーのなどの飲み物を用意する人それから街道とか玄関トイレなどを掃除する人消耗品の在庫をチェックする資材管理の担当者子どもたちのクラスの担当者礼拝後の食事を準備するキッチンの担当者などです他にも奉仕表に載らないあの働きがたくさんあります。 それで私は救われた時に教会のメンバーが賛美や掃除など調理などそれぞれの働きを持っていることを知りました私にも何かできることはないかなと思って主に掃除などを取り仕切っていた男性に声をかけて私にも掃除を手伝わせてくれないですかって言いました その男性が取り仕切っていた奉仕はですね主に掃除とかコーヒーの準備をする教会に来た人を歓迎するというウェルカムの働きだったんですそのミニストリーについてその男性から話を聞くとその一つ一つの働きは最初は本当にこの教会最初からこの教会にあったものではなくて彼が教会や教会に来る人のために何かしたいという 個人的な思いから始めた働きでしたその働きが広がって奉仕者も増やされウェルカムチームとしての働きに成長していきました私はこの話を聞いて私も自分が歓迎されて居場所を与えられたように私もウェルカムチームの一員としてこの働きに関わっていきたいと思いましたで私は今1年ほど前から そのウェルカムチームのリーダーをさせていただいていますでちょうど1年前にですね教会から参加させてもらったカンファレンスで神様から与えられるメシを一歩前に出て自分から受け,取る受け取りに行くというチャレンジが与えられました最初にこのカンファレンスに行かないかって誘われた時に いや私よりふさわしい人がいると思います」って言って一回お断りしたんです、えー、でも、えー、まだ経験がない人に行ってもらいたいんだっていうふうにあの励ましてもらったのであの一緒に行くことにしましたでそのカンファレンスのセッションでですね、えー、テーマが、えー「私を通して三国が来ますように」ということだったんですけれども 内容は「私は足りないものだったけれども神様に召された時からもうそうではない私には私に与えられた神様の計画がある」というメッセージでしたでセッションの最後にもっと私を用いてくださいという人は祈りますから前に来てくださいっていう招きがありましたたくさんの人が前に行って。 行くんですけれども私は自分のいる場所からあの一歩も動くことができずあの心の中でもし神様が私を用いたいんだったら用いてくださいというふうにその場所にとどまったまま思ってましたするとですねたあ私はあの支持されたこととか与えられた働きに対してはすごい真面目にやります。でもあの同時に 私の姿勢はいつも受け,身であの受け身だったんです。その時にですねメッセンジャーの牧師がです、ね「神様は受け取る時時には立ち位置を変える必要があります」っていうふうなあの言葉を一言発せられたんですね。 でその言葉っていうのは今いる場所のことではなかったと思うんですけれども私は神様がしてくれるなら与えてくれるんだったらといつも神様のアクション待ちだったことを気づかされて自分から求めない姿勢本当にそれを悔い改めて前に行って祈ってもらいました。そそししてそれからしばらばく経ったある日 ウェルカムチームのリーダーをやらないかというふうにあの言われました、えー、自信がなかったしそれからもういつも断る癖がついていたので無理です私にはできませんとあのお断りしましたで今までの経験から本当に成り行きであのリーダーとか腸のつくこう役っていうのをねやったことが何回かあるんですけれども本当にうまくいった試しがなかったからです 私はあの自分のことを歯車タイプという風うに呼んでるんですけ。け呼んでたんですけれども、あの意味がですね。ネジを巻いてくれる人がいるときはうまく回れると自分だけでは回れないという意味だったんです。でも、あのこの時もまた励ましをもらって、あの全リーダーの方も協力してくれるからということで、あのやってみることにしました。で、リーダーとなって、実際にチームの働きを任されていく中で。 教会のメンバーともあの衝突するこのこの頃私たちの教会はあの先ほども話があったようにあの新街道に移って間もない頃で今までとは違う環境場所、えー、奉仕者もそれぞれ新しい環境にあの対応していく必要がありました。 私はウェルカムチームとして、えー、礼拝に来る全ての人が神様に迎える環境を整えたいと思いましたそれで気になるところとか目につくところを改善していかないとっていすごくあの <laughs> こんな感じだったんですけれども、えー、でもそれにはですね他の奉仕者の協力が必要でした私はある女性の奉仕者に 彼女,に彼女が携わっている奉仕のやり方を変えてくれるようにお願いしました彼女はもう2つ返事で、うん、いいよって OK してくれたんですけれども数回の礼拝が終わってもですね全く私の望む通りではなかったんですねそれで私は彼女に文句を言いに行きました <laughs> で私たちはお互いに自分の,あの言い分を主張して最後には私は彼女に「 他人のことを気遣えないなんて愛がないんじゃないのって言ってしまったんです <laughs>。それで本当に自分のやろうとしていることが正しくて彼女を協力しない彼女が悪いっていうふうにもうその時はもう完全に思っていました。でもこのことをすぐ後にですね、神様は私の罪を示されて、私はあの自分の目的を達成するために人を支配しようとして、そしてまた傷つけたことを気づかされました。 これはあのイエス様が私のためにしてくださったことと全く正反対のことでした私たちのリーダーであるイエス様は私たちに仕え愛するために来てくださったのに私はイエス様の模範に従うことができませんでした私が奉仕する目的はリーダーであってもそうでなくても人を愛して使えることだと改めて気づかされ 誰よりも愛がなかった自分の行いを悔い改めました。また、ウェルカムチームのリーダーを引き受けた日に、ウェルカムチームのビジョンと目的、それからそれに沿った短期目標を上げてくださいという課題が与えられたんですね。ウェルカムチームは何のために奉仕をしているのか、そしてどのようになっていきたいのか、 今までそんなこと考えて奉仕したことがなかったので本当に全くどのようなものなのか私には見当がつきませんでしたでもあのいくつかヒントをもらって時間をとって祈ってみることにしましたそれで神様はです、ね、いろんな角度からウェルカムチームの働きと問題点を見せてくださってこのことでたくさんの発見がありましたその中に神様に送られてきた人 の人々の居場所と仕組みを整えて問題解決するというキーワードがこの中にありました私の教会では土曜日の夕方に礼拝を持つんですけれども昼間はあの地域の子どもたちへの伝道のミニストリーとしてファンタスキッズというあのイベントを毎週開いています いつもたくさんの子どもたちが地域の子どもたちが来てくれているんですけれどもその子どもたちに付き添って、えー、保護者の方も何人か来てくださることがありますでもあのキッズのイベントなのであのお父さんお母さん来てくださっても本当に居場所がなくてですね本当にまた電動できるチャンスなのに人手不足であの保護者の方々に声をかけることができなかったんですね。 そそれでそのことをです、ね、キッズのミニストーリーの方と話した時に聞いたんですけれども子どもたちのお父さんお母さんのための居場所づくりとか地域の方々との関係づくりの場所っていうのはウェルカムチームの働きちゃうかなっていうアイディアが与えられてそれを短期目標に挙げてみることにしました。そそれかからそのののアアイディアについて何人かの教会員の方と 分かち合ってみるとですねそれぞれの思いとかねたまものを発見する機会となってカフェを開くという具体的なアイディアにまとまっていきましたこのアイディアを企画書にまと,まとめて教会のリーダーの一人に相談してそれからリーダー会で教会の承認をもらってくださいというふうにお願いしました。それでですねこののカフェは今年の2月から あなたのことを知りたがるカフェフーズフーカフェという名前で毎週キッズイベントの裏側でオープンして教会に来る人たちの居場所となっています私たちはですねあなたの御国が来ますようにあなたの見心が来ますように御心がなりますようにとあの祈るように教えられますそしてそのようにいつも祈っていると思いますけれども以前は私はですね 三、えー、国や御心っていうのは神様が何か実現させていく過程で何か私にもお手伝いできることがあるんだったらしますとか、えー、誰かからの誘いとか目の前に置かれた仕事のような目に見える物事をきっかけにやってきたり分かったりするもののように思っていたんです。私のの謙遜や従従順順ように従順だと思っていた態度 謙遜や従順のように見えていた態度は実は神様の御心を求めないで御国が来るようにと願っているわけでもなかった私の心を表しているものでした何事でも神様の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださる求めなさいそ,そうすれば与えられますとあるように。 神様は御心を求めてそしてその実現を願う時神様は必要を満たして願いを叶えてくださることを教会の働きを通してはっきりと知ることができましたまた神様は願いを聞いてくださるという確信を持ってまた私は願いを求めその祈りを現実的な行動にこれからも変えていきたいと思います。 以上で私の証を終わりますありがとうございましたもう本当に僕が喋らなくても彼女が喋ってることにすごいいろんなヒントがあるなと思わされましたあの彼女こんなこと言ってるんですけどめっちゃリーダーシップあるんですよで最初あの幼稚園に本当に来てもう私が結構ね外でメッセージさせて もらう時は、えー、彼女の話を最後に持ってきた証を持ってきたりって結構させするんですね。っていうのはもう本当にね、えー、本当にひどかったんですよとか言って <laughs> まあ本人いる前で言えるからもう大丈夫なんですけど、あのー、もうねでうちにいてた宣教師通して宣教師が、あのー、アメリカ人宣教師がインド故郷でインドにいるときにそこを訪ねていってそこで本当に信仰告白できたんですよ。まあ、でも あのうちの奥さんはあの、いや、彼女は救われると思うって言ってたんですよね、でも、あの僕はもう、いやー、なんていうんですかね、もう本当ね、無理だろうなと思って、ます無理で、<laughs> そんな、ね、あれなんですけど、も今,今だから言われるんですけど、あので彼女がこう教会に来るっていう、情報だけはもう入ってきてたんですよ、その時ね、さっきの話の時に。 でもほんま嫌やなって僕思ったんですよ、その時おいおい <laughs> 大丈夫です、はい。で、あのでも僕もね、あの神様に、いや、これ、神様、どうしたらいいですかってで聞いたら、神様、やっぱりウェルカムしなさいって言うわけですよ、だからもう分かったと、だからもうとにかくドキドキしながら、もう、心は嫌ですよ、でも彼女が来たとき真っ先に行くって決めて、 挨拶しに行ったんですよもうそれは今でも覚えてますでそれで本当に心が解けたのを覚えてます。でも本当に自分が愛せない人をもう本当に神様は救いへ導いてくださってもう自分の力じゃないですよ神様の力によって愛せる人に変えてくださって今本当に僕の片腕みたいな形で働いてくれてますからね今書店もそうですし教会の中でも本当にこう。 自分の思っていることをやってくれる本当にそのうちの一人です、まあ、そういうふうに変えられてます、まあ、すごいなあと思いましたし今彼女が証ししてくださったんですけど、まあ、その中に本当に人と関わる時に何が大切かってことを、まあ、4点あったと思うんですねそれはあのまずじ彼女がしてもらった時にメンターと関わっている時にあの大切だなと思ったポイントは あの僕ら、いつもね答え出したがるんですよ、相手に対して相談されたら、これこうちゃうんって言っちゃうんですけど、そうじゃなくて、まず話聞いて、どう思うって返したら、実はその人答え持ってるんですよね、それをやっぱり引き出してあげないとだめなんですよ、じゃなかったら、言った人、メンターのせいになるんですよね、その人もメンターと依存関係になってしまったら、 自分の人生の責任を自分自身が負えなくなるんですよ。でも実は自分がしなければならないことって本当は分かってるんですよね。だから動機がどうかっていうことを本当に探っていく中で自分が答えを出す決断をするっていうところに導いてあげる。これ一つあったなと思いました。もう一つはその えとメンティーとしてメンターとメンティー今ねメンターの方があの、えー、責任を持ってくれる人ねメンターメンティーはメンターに対して責任を転嫁したらダメだけどメンターはメンティーに対して責任を持つ必要があるんですよわかります人生の責任を持つそれだけの覚悟があるのかどうなのかっていうことは大切だと思います だから一緒に決断しないとだめなんですよ、最後は。これもすごいあ、そういうポイントだなと思いました。もう一つは、自分の持っている責任を渡していく、バトンを渡していくということ。これはね、今の奉仕の話ありましたけど、ミニシュリの話も渡された。 でもそれ渡してくれる人がいるから渡されたじゃあまた自分の持っている責任を他の人に渡していったら自分はまた新しい責任を持つことができるから働きって広がっていくんです責任を渡していくっていうこと、まあ、もう一つはそのやっている働きを通して実は関係づくりと弟子訓練ができている、まあ、これちょっと後でも話明日とかもするかもしれないですけど男性と女性って全然違うんですよね 女性って結構向き合って話してああ納得したとかやろうとかってなるけど男性ってなんかね照れくさくてそれ無理なんですよお茶行こうとかもうほんま気心知れてないと無理ですし気心知れててもなかなか文化的に無理な場合多いんですよでもなんか一緒に何かをするサッカーするとかね何かの働きを一緒にするっていう時は実は結構なんかあ仲良くなってるってことあるんですよねそういうい中で こう訓練されてていいくっていうこともありますですから何か一緒に働きをすることによって気づきが与えられるしでさっきの人とぶつかった話もありましたけど、ね、ぶつかってあれ終わってないですかねちゃんと和解してあの仲悪いまんまじゃないですからね全然でちゃんとお互いのことを理解し合えるで成長できるっていうところまであのなってたので、まあ、本当にそれはあの今の証からあった4つのポイントだなと。 思っったのでちょっとシェアさせてもらいました、まあ、またあのぜひ個人的にも話聞いていただいたら、ね、実際の本当にやっている声なのであのいくら僕が言ってもやっぱり伝わらないことは本当にこう教会の中でやっている人たちが話できたらいいかなと思って来てもらいましたまた明日ももう1人読んでますえー、まだいけますか <laughs> じゃあ短くあの 聖書の箇所ですね、使徒の働きの6章の1節から7節。もうじゃあ、あのこれ、ちょっと皆さんに読ん,で読んどいてください。まあ、これはですね、あのまあ、教会の弟子たちが増えるにつれて、まあ、いろんな問題が起こってきたわけですよ、教会の中に。人が救われて、人が増えていったら。 まあ、同じと教会の中に問題が起こりましたってこれはやっぱ言葉の問題とか、えー、食べ物の問題とか、まあ、いろんな問題があって、まあ、それをどういうふうに解決したかという、まあ、そういう話なんですねで、まあ、教会スタートしたのはエルサレムで教会がスタートしていますですから、まあ、エルサレム教会がどうだったかということを見るとですねやはりこれもサイズに従って変化していったんです小さい 時にはですねリーダーたちは食事の用意をしながら教えたり、まあ、メッセージしたりというのが可能だったんですが人が増えていくに従ってその働きは増えていくので御言葉ばに対する働きが後回しになっていたんですねそこで彼らは役割分担をした、まあ、そういう話ですで7節見ていただくとですね こうして神の言葉はますます広がっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々信仰に入った。役割分担をすることによって、さらに弟子の数が増え、さらに救われる人が増えていった。っていうことなんです。変化することによって人が救われていった。さらにまた弟子になっていった。 私たちは変えていく必要があります。結構同じ方法で同じやり方でずっとやりたいなって人間って思うんですよ、保守的なので。でも、人生の状況も変わります。人との関わり方も変わります。今言ってる教会の人数も変わると思います。ジェネレーションも変わっていきます。その中で必要な変化をしていく必要があります。 で先ほど話した自分の持っている責任を渡していく必要があります役割を分担する必要があります、まあ、例えばあの、まあ、私たちの、まあ、教会でじゃあどういうふうな変化をしていくのかっていうとですね、えーまあ、日本人っていうのはですね、えー、結構横のつながり大切にするって話しましたよね で小さいうちは、ね、いいんですよ。でもそれが大きくなったら、もう本当に新しく来た人、疎外感しかないんですよね。そこに新しく入ろうとする人は、もう連れてきた人以外との関係を築くことがすごく難しいんです。で、まあ、私たち最初、礼拝してる時、カフェのテーブル置いてたんですよ。テーブル置いて、椅子置いて礼拝してたんですね。コーヒー置いてやってたんですよ。でそれがいいなってやってたんですけど、でも人数増えてきたら、もう場所なくなって。 それできなくななったんですよなのでもう本当に普通に椅子を置くようにしました、まあ、今本当にこういう形ですけどこういうふうに置くようにしましたまたあの例えば人数が少なかったら教会全体であ誰々さんの誕生日をお祝いできるねっていう話があったりしたんですけどもう30人超えてきたらこれやってたら無理だなと思いましただからスモールグループでそれをするのはもちろん大丈夫でも 公のところでそれをもししてしまったらほか新しく来た人があわとか毎週来れない人っていうのも教会いるんですよねそういう人たちが疎外感を持ってしまうそうならないようにしようってことでそこも変化させましたじゃあ礼拝していく場所は公の場所に意識を変えていかないとこの人数だったら無理だねっていう話にもなっていきました ちょっとずつ変化をさせていくまあ今の証しにもありましたけど本当に変化をしていくことを意識していますまあ教会もそうですし私たちの家庭もそうですし私たちの置かれている場所はやはり私たちが文化を作っていくんですで1人の人が関係を持てる人数も限られてますもうみんなとやりたいですよみんなとやりたいでも 自分の周りに人がいっぱいいたらもう全員無理なんですよ。全員に責任持つことできないですよ。10人の責任持つことは。僕は無理です。イエス様は12人見ましたけどね。家族もいます。子供もいます。それだったら余計難しいと思います。スモールグループや関われる人。それは本当に限られてると思います。 じゃあ、関わっている人に関われなくなるということではなく、誰かにバトンタッチすることができるかもしれません。で、その人がまた新しい人を導いていくかもしれません。その変化も恐れずにしていく必要があります。一人一人が意識を変えていく。変化を恐れずに前進していく。成長していくということは、 やはり人がが本当にに救われてていいいくととうことにつながっていきます私たちの教会も先ほど本当に救いに導かれて弟子訓練したって話もありましたしまた先月先々月も二十歳の女の子も救われてやはり関係なんですよね関係を通して救われていきます。 1>, 1人だけ、ね、関係じゃなくて救われた人がいるんですけどあの地域のイベントをしたんですけど地域のイベントで、えー、フラダンスを踊ったんですよ。僕じゃないですよ。ね、<laughs> フラダンスを踊ったそれ見て感銘を受けてそこから毎週教会来るようになってでそれで洗礼を受けました。まあ、でもほったらかしにしてないですよ。ある,ある夫婦をあの学び一緒にぜひしてほしいって言って。たたまたま えー、名字が一緒だったんですけどね、その人とね、で不思議な縁もあって、じゃあって言って、礼拝のあと、いつも学びを導いてくれました、関係を築きました。まあ、実際ですね、あの僕、こんなこと言ってますけど、いっぱい失敗もしてきました、まあ、特にですね本当に答えを出さずに、ね、その人から答え導き出すって、最初、僕、全然できなかったんですよ。で本当当に教会スタートした当初はですね ある男の子を受け入れて、でもうはちゃめちゃだったんですよ、その男の子が、もう借金作ってくるわ、えー、なんかもう、むちゃくちゃなこといっぱいするから、もう、それはあかんやろって言って、もう、めっちゃ指導したら、えー、見事に離れていきました、まあ、そんな経験もあります、でもなんかうまくやってるつもりでも、離れた人ももちろんいるしあの、全部が成功してません、いっぱい失敗もしてきました。 まあでも本当にそういうところを通して学ばされてあこのやり方じゃあかんかったなっていうことも学びましたしあこういうふうにしたらうまくいくなでも人によってそれも違うかったりするんですよねそういう難しさももちろんあります、まあ、関係を築いて思い通りにいかないことももちろんあると思います特に日本は 信じて洗礼を受けるまでのハードルってすごい高いと思うんですよ。家族の関係もありますし、えー、ね親との関係、家との関係、世間体、いろんなことがあります。本当にそういう儀式を受けるということイコールもう入信するっていう頭なので、なんかもう一生縛られるんじゃないかとか、まあいろんなことがあって、そこの本当にハードルも難しいっていうのも現実あります。 まあでも私たちはしっかりと本当にイエスキリストに結びつくそのような人を導いていく必要がありますそれは本当にやはり関係を通してそして本当に関係を通して私たちが育んできた人がさらに本当に関係を通して人を救いへ導きその本当に循環がどん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 自然になっていくようにと願って まあ今、まあ、私が本当に最初想像していたよりも人々が本当に救われ、えー、人々が本当に弟子訓練をしているという状況が今、私たちの教会の状況です。まあ、本当にそれを今日、ね、あのー、安野さんが皆さんにお分かしできたのは感謝だなと思っています。えーまあ、明日以降ですね具体的に どのように人と関わっていくのかということを、まあ、少し話をしていきたいなと思っていますですから、まあ、どういうふうに具体的に関わって人が変わりましたよということの話を明日してもらう人を一人あのこちらからあの読んでますのでまた期待していただきたいなと思います、えー、私から以上です最後じゃ一言お祈りして終わりたいと思います安堵天のお父様ありがとうございます 今日本当にまたつたない私を神様方が用いてくださってまた本当に教会に通して神様方が証しを立てられ主の本当に見業をえ分かち合うことができたことを感謝します今日本当に語ったこと一つ一つまた神様ここに集まったお一人お一人が昇華し実践していくことができるように助けてください主が今本当にここに集まっているお一人お一人の前に与えられている 貴重な、本当にその魂に対して、私たちが、どのように関わっていくことができるのか。神様、どうぞあなたが、そのヒントを与えてくださって、また私たちが、神様、あなたの愛によって、人と関わっていくことができるように、人を育てていくことができるように、また新しい人を導いていくことができるように、最後には本当に死を、あなたを信じる魂が与えられていくように、 どうぞ導いてくだきよ、う、日日本の教会の現状、少し見ていきましたけれども、私たちはその現状にただ本当に目を留めるのではなく、その先に主を、あなたがさらに多くの人々をまたさらに救いへと導いてくださることを見ていきたいと思います。神様が働かれれば、不可能なことはありませんから、どうぞ主を。 その統計通りではなく、本当に死をあなたが働いてくださって、多くの人を神様、どうぞ救いへと導いてください。この日本全国、本当に主をあなたが働いてくださって、今働きをしているお一人お一人を用いてくださって、どうぞ人々が救いへと導かれていくようにと願います。この時間ありがとうございます。すべてね、子あなたにお返し,します。イエス・キリストの尊い皆を通してお祈りします。アメン。